創作落語会とは、1962年から始まった新作落語発表会という形をとった落語の公行の一つである。毎月末土曜日を定期講演日とし、必ずメンバーが新作を講演することを旨としていた。新作の内容としては、落語作家が書いたものが中心だったが、自作のもの、海外文学の本案、日本の伝説を題材にしたものなどもあり、 当初は、医学落語、心理落語、ミュージカル落語などのようにそれぞれの話にタイトルを付けていた。もともとこの企画を発案したのは、日本放送ディレクターの田中秀夫であり、日本放送の講演の元小島定次や大西、信幸といった落語に、縁の深い面々も運営に参画した。後1965年には五代目柳弥つばめも参加している。 1> 第1回創作落語会は1962年9月29日東京ビデオホールで開かれた。日本放送はこの公演を録音し放送した。田中としては番組の制作も兼ねていたと言える。1963年11月30日の第14回創作落語会公演は団体として以下のプログラムで芸術祭に参加した。その結果、 昭和38年度の芸術祭奨励賞を受賞することとなった。八回当初から日本放送が講演していたのだが、いつしかそれがなくなり、ネットテレビの中継が入っていた時期もある。講演会場は東京ビデオホールから東方演芸場に移り、さらに本目定を経て、1972年には神楽らざかび店内のホールを使って講演を続けた。 1976年4月5日には150回に達したが、この頃になると皆な,なかなか新しい話を作ることができなくなり、旧作の再演や焼き直しが多くなってきた。そんなことから各人がやりたい話をする仲良し会に解消することになり、20年弱続いた創作落語会も終演を迎えることになった。林家三平は当初こそ上記にある通りまともな、 演劇の新作落語を演じていたのだが、いつしか月の歌というタイトルとなっていたで毎回いつも通りの小話と漫談の三平落語を演じていた。四代目桂ツ丸は毎回同じネタで受けさせるのは並大抵のことではないと簡単し、三平の凄さを感じたと記しているが、四代目三遊亭金馬はここでストーリーのある新作落語に取り組んでいればもっと芸に、 幅のある面白い落語家になれたのではないかと、記している。ありがとうございます。